本日は昨日京都 WebX のイベントがあって、でセッションがいろんなセッションがてんこ盛りの中、私たちのワークショップに足を止めていただきまして、本当にありがとうございます。で、本日なんですけども、大体流れとしてはこんな感じで、1日というか半日進めていきたいなというふうに思うんですけども、基本的なコンセプトとしては、皆さんがこう Web3 アプリケーションを開発するにあたって、こうなんとなくこういうことがしたいんだろうなっていうことを想定した、こうユースケースごとのセッションにします。で、それぞれのこうユースケースで、一体こう私たちがやっているこうハイパーレッチャーっていう、こう、オープンソースのプロジェクトのどんなテクノロジーが使えるのかっていうことを、そのテクノロジーを軸にユースケースを語っていくと、そういった流れで進めていきたいなというふうに思います。で、たくさんこうセッションありますので、なかなか場合によってはそのセッションの中で Q&A をするということが難しいかもしれません。なので一番最後に、ここですね、この時間帯で、Q&A の時間を30分設けようかなと思います。各セッションの、スピーカーが、みんなここに来て、皆さんの質問を受け付けると、そういう運びにしたいなというふうに思います。そんな感じでこう1日半日進めていきたいと思いますので、ぜひ4時間お付き合いいただければなというふうに思います。ではですね、まずこのいろいろ進めていくにあたって、もうそのハイパーレッチャーファウンデーション、それからハイパーレッチャーっていう、オープンソースプロジェクトが一体どういうものなのかっていう、まずそのアイデアをこう掴んでもらわなきゃいけないなというふうに思いますので、まず一番最初のセッションはですね、日本オラクル株式会社の、中村岳さんから、ハイパーレッチャーファウンデーション、それからハイパーレッチャーとは何者なのかという、こうイントロダクションをしていただきたいなというふうに思います。それでは中村さん、よろしくお願いします。